東京2025世界陸上財団は5日、来年9月に東京、国立競技場で開催される世界選手権のスペシャルアンバサダーに俳優の小田裕二が就任したと発表した。また、アスリートアンバサダーには、パリ五輪女子やり投げ金メダリストの北口春香、JAL、男子100メートル代表のサニブラウン・ハキーム、トーレ、女子1500メートル、5000メートルの田中望美、ニューバランス、 女子100メートル障害の寺ダースカ・ジャパンクリエイト、橋岡優希・富士通が就任した。この日は雨の中、国立競技場で東京2025世界陸上の開催を記念した、東京2025世界陸上ドリームリレー、非公認を実施し、アスリートアンバサダーでバトンをつないだ。1層が橋岡、2層が田中、3層が北口。 アンカーにサニブラウンで織田裕二がスターターを務めた。一生に一度のバトンリレーに来た口は濡れたくないとか言いつつ走ったらなんだかんだ楽しかったですと満面の笑みだった。